読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。いいところへ決めてきます。ストライクです。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました牧原。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている高橋。岩隈、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターは DH 柳田。ツーアウトランナーありません。初球ボール。これが2球目。インサイド落ちました。これはセカンドライナー。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。バッターは柳田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを、バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー小笠原、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう引っ張った。サード取った。2塁アウト。1塁転送アウト。ダブルプレー。クリーンアップが登場します。バッター吉田。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。この回の小笠原、初球打ちセンターに抜ける。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには4番岡本。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。さあ、2球目は何か。ライト方向だ。よく取った。アウト。スタンドのファン。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃。4番バッター近本。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。打ちました坂本。アウト。ワンアウトです。バッターは5番村上。岩隈、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。次が2球目。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、低めにストレートが決まっています。インコースを落としました。アウトコース打ちました。取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番ビシエド。ツーアウトランナーありません。弾き返した打球はレフトへ。2回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者のウッズ。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。はい、セカンド、セカンドライナー掴んでアウト。バッターボックス衣笠。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。サード掴んだ。一塁送球。一塁アウト。バッターは7番に入っているイチロー。ツーアウトランナーありません。
この回の小笠原早くも2アウト。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。抑えて3アウト。3回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは木下。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球ボール、中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そうですね。左へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランボール、引っ張った、取ってアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。バッターボックスは9番リューク。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあついに得点を奪って、なおもリードを広げるチャンス。ジャイアンツピッチャーが変わります。左バッター、バッターボックスには代打の鵜飼。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。初球ボール球です。ナイスボール、はい、外のストレートがストライク。156キロ低め、これは外れた。ホームに送球する、トラ、打ち上げました、ファウルです。ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。ボールは中継、ここで期待に応え、ファーストが抑えた、そのまま入って一塁アウト。さあそして打席には柳田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですよね。右中間へ持っていった、外野大きな打球ですが真ん中深いところ破っていった。そしてここで何を投げてくるか。初球いいところに決まります。バットが空を切りました。変化球打った、ファウルボールです。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。このスライダーは外れます。4球目は何で来るか。外の低め見極めます。150キロ、持っていった、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。バッターは6番ビシエド。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。打った、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。8番バッターはキャッチャー古田。ドラゴンズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。まずは見送ります。ワンボール。外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れるか。センター前ヒット。ドラゴンズさらにピンチが続きます。バッターボックス
牧原、まあ、大きくリードしてますからまずは一つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打の坂倉。小宮山さん、この場面で代打ですがピッチャーの心境としてはいかがでしょうか。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあ初球打っていった、落ちた、ヒットになる。サードランナーがホームに帰って、打順はトップに帰って柳田。ドラゴンズ5回2点を返されています。さあリードは4点と変わり、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。ちょっとカウント苦しくなっています。あー高い、甘いボールですね。これが4球目。センターへ、ここは打ち上げています。センターフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあワンアウトになりましたが得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。さあ3球目は何か。チェンジアップには反応しません。ボールです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。そうですよね。インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば3点差。中継にボールが送られる。ジャイアン、ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ふわふわっと上がった、一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。4番バッター岡本。ドラゴンズこの回3点を返されています。さあリードを3点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負います。バッター有利なカウントになりました。まあ、次のバッターも怖いですからね、まあ、勝負は避けないでしょうね。外球センター前へ抜けていく。サードランナー、さあそして打席にはウッズが入っています。さあなおもピンチの場面。ここで差を詰められると分からなくなってきますので、しっかり抑え込みたいですね。バッターボックスには代打のポランコ。ドラゴンズ追い上げられています。初球は何から入ってくるか。やはりラインにストライクから入りませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですね。ちょっとカウント苦しくなっています。次が3球目。外球打った、センター前抜けていく。ボールは中継。さあそしてバッターボックスには衣笠が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあなおもピンチが続きます。バッターボックスには代打の清宮。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけれどもね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。まずは慎重に外から入ってきました。バッター有利なカウントになりました。外のボール打っていった、レフトの前でワンバウンド、ヒットになる。ホームに送球、セカンドランナー。さあそして打席にはイチローが入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあなおもピンチの場面。さあまず1球目、初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。いいところに決めてきますね。はい、変化球が決まっています。チェンジアップを見極めます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよ。そうですよね。ふわふわっと上がった、ここはフライになった。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。最後見事な攻撃で追いつきました。ゲームは引き分けながらも特別ルールによりドラゴンズが勝利しました。
今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。この辺りで。